はい、今日もコレクション楽しい浜村田です。ということでね、今回は3月2日に発売されたブンブンジャーのね、デラックスブンブンクラシック、こちらをね紹介したいと思います。こちらはね、まあ、単体でブンブンカーが発売されたんですけども、まずこちら見ていくと、デラックスブンブンジャーロボに装備ということで剣のような形になるみたいなんですよね。でこちらアタックモードへ変形ということで、この車から剣のようなものが伸びて変形するんですね。で、まあ、こちら変形というふうになってて、まあ、横を見るとこのデラックスブンブンクラシックと4月に発売されるデラックスブンブンレーシング、こちらをねブンブントレーラーと合体させていくと、ブンブンジャーロボナイトというね、このようなのができるみたいです。ということはね、これだけではダメだし、今度のブンブンレーシング、これもね買わなきゃいけないみたいですよね。はい、そしてブンブントレーラーがゲートモードに変形して、でレールを押し込む瞬間に、まあこれはね毎回書いてあると思うんですけど、ブンブントレーラーに差し込むことでこのように変形するみたいです。でこちら見ていくと、あ、ブンブンチェンジャーと連動してね、爆上げサウンドが発動ということで、ブンブンクラシック、ブンブンジャーロボナイト、ザンザン切りタイヤっていうのかな、ちょっとねまたこれ確かめてみようと思います。はい、これはねやはりブンブンカーなんで電池は使ってないんですね。はい、ではね開けていきましょう。はい、こんな感じで出てきましたね。こちらにテープで貼ってあるんだね。剥がしていこう。はい、この中にね入ってます。はい、出てきましたけどね。はい、こんな感じ。あー、なるほどね。ブンブンクラシックというだけあってね、クラシックカーっぽいですね。はい、こんな感じで、これで変形するんだろうけど、勝手に手ではちょっとやりにくいのかな。はい、ということでね、今ねウェブの取扱説明のところを見ると、このボタンを細い棒で押すと変形するらしいんですよ。よし、ちょっとやってみよう。カチャ、あ、おー、開いた開いた。よし、はい、こんな感じです。ちょっとここはね普通に指では押せないので大変ですね。なんか本当に細い棒でやらないと押せないです。またねこれがロボに装着したらねかっこいいんだろうな。はい、こんな感じね。はい、じゃあねこっからはね、またデラックスブンブンチェンジャーにねこれ差し込んでちょっと音を聞いてみようか。うるさ。いやもうブン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 ね、外からブン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 来ましたね。おお、じゃあ差し込んでみよう。おお、ブンブンクラシックで、こちらボタン押してみようか。おお、かっこいい。ブンブンジャーロボナイト、ザンザン切りタイヤ、ピーンってね、結構音声でクリアですね。お、かっこいい。これはならないと、ナイト。はい、こんな感じね。まあブンブンジャーロボナイトがねどんな風かね作ってみたいね。はい、ということでね、今回はデラックスブンブンクラシック、こちらをね変形させたりブンブンチェンジャーで遊んでみました。最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回もコレクション魂、バイバーイ。